今回はお正月のお屠蘇についてお話ししたいと思います。お正月のお屠蘇はもともと何で作っていたかご存知ですか？水、白湯、日本酒、本みりん。正解は本みりんです。作り方ですが、屠蘇酸という酸剤を用意して、それを屠蘇器に入れ本みりんを注ぎます。その屠蘇器は男にお供えをして、先に神様に召し上がっていただいてから家族がお下がりをいただきます。屠蘇器から灰に注ぎ入れるのは家長の役目で、飲む順番は年齢が幼い子供からとなっています。この理由は、人の気、若い子の気を年神の家長へと乗せて運ぶためなどと言われています。これらのことを教えてもらった時にはとても驚いたことを覚えています。ですが、その理由を知ると納得しました。まずそれぞれの漢字の意味を考えてみると、屠蘇のとは頬ぶる、屠蘇のそはよみがえるということですので、それまでにたまった邪気を頬ぶり、新年の初めに新しくまたよみがえってスタートするという意味になります。今回はもともとお屠蘇は本みりんで作ったというお話をしましたが、地方やお家によっては清酒のところも清酒と本みりんを合わせて作るところもあると聞きます。また屠蘇酸ですが、大昔は病院から患者さんへのお歳暮的に配ったものだったという話も聞いたことがあります。大昔からあるお屠蘇、そのお屠蘇でもいろんな歴史があるんだなっていうことを知りました。新しく迎える新年に役に立てていただけたら嬉しいです。またねー。